本当に素晴らしかったですよ。沖縄、戦争が終わり平和を信じた人々を待っていたのはアメリカの占領。怒りの涙が顔の上を流れがするんですよ。絶望の中、一人反旗を翻した男。この沖縄の大地は再び戦場となることを拒否する。その名は瀬長亀次郎。アメリカの正常期の下で先制することは何事だと。腹の底からの怒りである。この事件がね、アメリカにとってはね、瀬長のやつは好ましからざる人物と。みんなに勇気を与えたんですよ、この出国っていうのが。追っかけするのが楽しかったよ。神様みたいだねって。 That he was a patriot, that all he was interested in was the future of Okinawa.おばあちゃん何しに来たのってね、アメリカが瀬長市長をいじめるから税金を納めに来たさ。基地のない沖縄と、沖縄県民が地の叫びで要求した返還協定ではない。この瀬長一人が叫んだならば50メートル先まで聞こえます。ここに集まった人々が声を揃えて叫んだならば全那覇市民にまで聞こえます。沖縄70万人民が声を揃えて叫んだならば太平洋の荒波を越えて。アメリカが最も恐れた男、その名は亀次郎。